こんにちは、タネチャンネルです。今日はメジャーなマイコンの開発ボードについてご紹介していきます。まず最初にご紹介するのがアルドゥイーノです。このマイコンボードは読み方が難しいです。人によってアルディノとかアルディーノとかいろいろな呼び方をしています。私はこのボードの開発者のマッシモさんの発音に倣ってアルドゥイーノと発音しています。ちなみに秋月電子ではこの製品をアルディノと発音しています。アルドゥイーノでは通じませんので、ご購入の際はご注意ください。これは今の IoT ブームの火付け役となったボードですね。 IoT とはインターネットオブシングスの略で、インターネットと現実世界の技術の融合ですね。 LED での電飾やちょっとしたロボットなどもこれのおかげで手軽に作れるようになりました。特徴としてはですね、開発はパソコンでプログラミングをして、このボードにプログラムを転送して使うというスタイルです。パソコン側の開発環境は専用の Arduino IDE というものを使います。これが非常によくできていて使いやすいです。開発言語は C++ を拡張させて Arduino 専用の命令を付け加えたオリジナル言語ですが、 C 言語とか C++ を知っている人であれば違和感なく使うことができます。 Arduino は種類が豊富というのも特徴です。性能や使い方はどれもほぼほぼ同じですので、好みで使うといいです。これは Arduino Uno という製品です。一番最初に出た機種ですね。お値段は3000円ちょっとです。そしてこれは Arduino Nano という製品です。お値段は3000円弱です。そして Arduino はですね、心臓部分をコピーして誰でも簡単に互換機が作れるという仕様になっています。そうして作られた互換機の一つがこれです。アチャンデイーノと呼ばれる製品です。これは500円くらいで作れます。コストパフォーマンスの良さと小型さで、私はこれを最も好んで使っています。次に紹介するのがイチゴジャムです。これは私がマイコンにハマるきっかけを作ったボードです。日本人の福野大輔さんが作られた和製のマイコンボードです。日本人にも天才がいるんです。福野さんは私の永遠の憧れの人です。いちごジャムはもっと評価されるべき製品だと思います。特徴を説明します。この製品の特徴はまず第一に日本製ということもあり、ドキュメントが全部日本語です。そして開発言語でベーシックが動きます。 JavaScript で開発することもできます。ベーシックも JavaScript もコンピューターの初学者には学びやすい言語ですね。さらにはテレビとキーボードを直接接続することができます。つまりこれ単体で超小型のパソコンとして動くんです。これはすごいです。だからテレビ上で動くゲームとかも作れます。もちろん IO ポート搭載なので電子機器を制御することもできます。その昔 MSX というベーシックで動くコンピューターがありましたが、いちごジャムはまさにそれの再現です。ベーシック世代のおじさまにはたまらないマイコンボードです。お子様の初めてのコンピューター学習としても最適だと思います。お値段は昔の名前にちなんで1500円でしたが、今は2000円ちょっとですね。性能を考えるととても安価です。次にご紹介するのが ESP シリーズです。これも革命的な製品です。何がすごいかというと、Arduino に Wi-Fi 機能がついたような製品です。これによってマイコンがインターネットに接続できるようになりました。自宅の監視用サーバーとして使うこともできますし、スマホをリモコンとして何か電気製品を動かすようなものも作れてしまいます。まさに IoT、インターネットオブシングスです。開発環境は Arduino IDE が使えます。性能は Arduino よりも高く、お値段も安いです。いいことずくめなのですが、残念なポイントとして Arduino と比べると開発資料が少ないということです。特に日本語の資料はかなり少ないです。こちらは ESP-WRoom02 という製品です。先端のこの四角い部分がマイコン本体になります。ただこれだけではブレッドボードで使えないので、変換ピッチ基板につけております。
私が普段実験で使うときには、さらに基板で下駄を作って、それに接続して開発ボードとして使えるようにしています。お値段は変換ピッチ基板込みで600円くらいです。こちらは ESP32 という製品です。これは Wi-Fi 機能に加えて Bluetooth も使えるというすごいマイコンです。まだ詳しくは調べてないですけれども、 Bluetooth スピーカーとかゲームパッドで動くラジコンとか作れるんじゃないかと思います。お値段は開発ボードの形になってますので1500円くらいです。このチャンネルでは今後これを使って何か作ってみたいと思っています。続きましてラズベリーパイです。これはマイコン開発ボードというよりももはやコンピューターそのものです。テレビも接続できるし Wi-Fi もついている、 USB 端子もついています。そしてなんと Linux が動きます。 Linux とは Windows、Mac、OS に次ぐ第3の OS です。一般的にサーバーと呼ばれるコンピューター上で使われています。だからこのラズベリーパイも普通に Linux サーバーとして使えます。サーバーとは主にホームページを配信するのに使うとか、ファイルの共有に使うとか、そういう仕事をするコンピューターのことです。私も長年このラズベリーパイを自宅用のサーバーとして活用してきました。消費電力が普通のパソコンと比べて圧倒的に少ないので、24時間つけっぱなしでも年間の電気代は数百円で済むのです。データの入出力ピンがついていますので、これもマイコンボードとして使うことも可能です。ただ単なるエルチカとして使うのはもったいないです。複雑な動きを要求されるロボットの制御などでよく使われております。お値段はバージョン3が5000円くらい、バージョン4が1万円くらいです。最後にご紹介するのがラズベリーパイピコです。ラズベリーパイの名を冠していますが、どちらかというとむしろアルドイーノに似たマイコン開発ボードです。パソコンに接続して開発をします。最新の製品ということもあり、性能はアルドイーノよりもいいです。そして何よりも値段が安い。昨日秋月電子で買ってきたばかりなのですが、1個驚きの600円でした。アルドイーノUNOが約3000円することを考えると驚異のコストパフォーマンスですね。そして最大の特徴は、開発言語が今大人気の Python で開発できるということです。 Python はプログラミングの初等学習用に作られた言語なので、習得しやすいと言われています。そしてアメリカではもはやインターネットのホームページ開発でも Python が主流になりつつあるようです。プログラミングの学習の観点でもアドバンテージのある製品だと思います。このチャンネルでも今後このラズベリーパイピコの使い方などについても紹介していきたいと思っています。本日はマイコン開発ボードの紹介をさせていただきました。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。